製造当初のベリンゾーナメソッコ電気鉄道 FE4501 号機の工場完成写真、1907年、レーティッシュ鉄道と合併して、後の FE44471 号機、メソッコ駅、1966年、レーティッシュ鉄道で44471系電車は、スイス最大の私鉄であるレーティッシュ鉄道の路線であったベリンゾーナメソッコ線の、 山岳鉄道用に持つ電車である。レーティッシュ鉄道の一路線であったベリンツオーナメソッコ線は1907年にベリンツオーナメソッコ電気鉄道として開業したものであるが本機は開業時にブス41から3型電車と共に FE4501 型として一両のみが用意された荷物電車で車体、機械部分、台車の製造をリンファースマイカを電気部分は リーダー、主電動機は、魔法が製造を担当し、価格は1両38,584スイスフランであった。抵抗制御により1時間低角出力 147kW、原引力 31kN を発揮する、汎用機で、機関車を持たなかったベリンツォーナメソッコ船で、貨物列車の牽引にも使用されていたが、1942年にベリンツォーナメソッコ船が、 レーティッシュ鉄道と合併したため FE4-4471 系の471号機となり、その後称号改正により、D4-4471 系の471号機となっている。基盤と製造年、レーティッシュ鉄道の基盤は下記の通りである。ありがとうございます。